こんにちは、タルです。すいません、今日はですね、やらかしてしまいましたという動画でございます。以前ですね、この動画覚えてますでしょうか。濡れてなくても登れるっていうサムネの動画出したんですけれども、これがですね、実はですね、すいません、ネタ提供していただいた方の他にもっと前に、コロネン葵さんがですね、3ヶ月前にいただいてた状態だったんですね。それをちょっと見逃してしまって、他の方からもらいましたっていうような紹介をしてしまいました。一応コメントでね、まあ前言ってたのにみたいな言われる方がたまにいるんですけれども、このネタじゃなくてね。で、その時僕が一応コメントを検索して、それでもやっぱり一番最初に言われてた方だったんで、こういう動画出してなかったんですよ。例えば動画になってるやつで、あれこれ自分も言ってたのにっていう人がいたら、とりあえずその人の名前で検索をしてみて、その人のコメントが一番最初だったらそれは間違いなんで、こういう謝罪動画を出そうと思ってたんですけども、そのコメントがなかったりね、もしかしたら消したりしてるのかもしれないんですけど、なかったりとか、確認した結果、やっぱり一番最初に言ってた人ではなかったりっていうのがあったんですが、今回ですね、すいません。本当に3ヶ月前にね、ちゃんと言ってくださってたのに、僕が見逃して、別の人として紹介を、別の人のね、ネタとして紹介をしてしまったので、今回ですね、このネタに関しましては、コロネン葵さんが最初に言っててくれたんで、コロネン葵さん、スプラトゥーンマスター調査団に入団決定でございます。一度採用された方の入団取り消しとかはないんで、最初のコメントじゃなかったにしても、入団取り消しとかないんで、ご安心ください。いやー、これはね、やってしまいましたね。このコメントを見たときにちょっと、血の毛が引きましたね。しまった。確認したら本当に違ったんで、これはね、申し訳ないことをしたなと思いました。ごめんなさいね。という動画でございました。また、いろんな小ネタとかを募集しておりますので、よろしくお願いします。あとね、スプラトゥーンに限らず、僕が実況を上げてる動画、ゲームだったら、小ネタの調査ができるんで、噂小ネタバグはね、あんまやらんかもしれないんですけど、そういうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてやってください。お願いします。じゃあねー、バイバイ。